あ、いい音。ミルキッズクラブ。ミルキッズクラブの時間だよ。こんにちは、サオリンです。はい、じゃあサオリン、これをちょっと見てください。なにこれ。はい、もう一個、ぽよん。うーん、いって。あもう一個あるよ。はい、お姉さんが4つの種類のスライムを作ったんだけど、うん、これ何かのキャラクターをイメージして作ったのね。そうなの、ね、うん、何だと思う？え、何キャラクター？ディズニー。そう、ディズニーキャラクター。色とかビーズとか。え、この全部を合わせてなんかのキャラクター。そう、一つ一つじゃなくて、一つ一つじゃなくて4つで1つのキャラクターをイメージしました。何でしょう？色がヒントです。ジャスミン？お姫様？お姫様かな。アンバー？緑色の空を飛ぶ可愛らしいちっちゃいカメレオン。だってラプンツェルのカメレオン。羽がついてるのはなんだ？鳥。じゃあヒント、ピーターパンです。ティンカーベル。正解。これはティンカーベルをイメージして4種類のスライムを作りました。今日はディズニープリンセスをイメージしたパレットスライムを作っていきたいと思います。はい、それじゃあ早速やってみる。今日使うパレットはこちらです。はい、かわいい接着剤の匂いがすごい。オーロラ姫、アリエル、ベル、シンデレラ、ラプンツェル。今日はその5つのキャラクターのイメージしたパレットスライムを作っていきます。はい、じゃあ早速。オーロラ姫をイメージしたスライムを作っていきます。材料はこんな感じです。今回普通の透明のスライムと白いボンドスライムを用意しました。まずスライムに色をつけていきます。どんどん入れちゃえ。オーロラ姫ってさ、なんか何色？ピンク。じゃあ綺麗なピンクになるように上手に混ぜてください。なる、なるなる。どう、白い方とさ透明の方のスライムなんかちょっと違う？少しこっちの方がべっとりしてる、うん、あ、そうだよね。たくさんつけるよ。色つけました。ラメやビーズも混ぜるよ。大量に自分の好み。もう少し入れた方が手触りもいいし、オーロラ姫っぽくなるぞ。わー、あ、いい音。いい感じですか？うん。ラメはどんな感じ？紫が少し入ってて、うん、よく見ると綺麗で目立つ。意外と綺麗。パレットにしまっていきます。次は透明のスライムにオーロラ姫のピンク色のビーズを混ぜていきます。でラメはもちろんゴールド。君がおらないではなくゴールドではなくゴールドです。次はジャンプ。シンデレラをイメージしたスライムを作っていきます。ラメ入れる前と入れた後どんなイメージ？少し色が綺麗になったから可愛くなって、うん、よりなんかシンデレラっぽくなったね。うん、ね、もっと入れちゃえ。もっと入れちゃえ。ラメラメいっぱい。これくらい宝石のビーズを混ぜていきます。ネックレスみたい。ネックレスみたい。シンデレラカラーのビーズを入れます。シンデレラといったら水色ですか？はい、ジョリジョリしてる。
サオリ触った感じどう？なんか少しサラサラしてるから気持ちいい。色はどうかな？シンプルになってる。お花の色が紫色でアクセントになってる？なってたよ。でも最後に上になる、うん、上に乗せる？何の匂いする？冷たい。なんかこうやって垂らすと、ここ、うん、とかが綺麗だし、ここの森がすごいお花があって綺麗。次はラプンツェルの色のビーズだね。どんな感じになりましたか？ここがキラキラ明かりによって輝いてるから綺麗。ね、綺麗だね。最後にはバタンと落ちる。ラプンツェルをイメージしたスライム完成！じゃあこの空いたスペースにお姉さんが先ほど作ったティンカーベルをイメージしたスライムを入れていきます。はい。ディズニープリンセスのパレットスライム完成！サオリンがこの中で一番お気に入りのスライムどれだろう？シンデレラの中のこれ。サオリンはどこがそれお気に入り？この大きなサファイアとダイヤ。他にお気に入りのやつとかは？あとはね、うん、ラプンツェル。この一番下、うん、これはどこがポイントですか？このお花。今日はディズニープリンセスをイメージしたパレットスライムを作ってみました。サオリン、作ってみてどうでした？綺麗な色のスライムがいっぱいあってすごく楽しかった。みんなもプリンセスになりきってパレットスライムを作ってみてね。バイバーイ。チャンネル登録よろしくね。グッドボタンもお願いします。ご視聴ありがとうございます。面白かったらグッドボタンお願いします。